エリコは日本のゲーム実況者、ゲームイベント、番組 MC、ウェブライターである。YouTube とニコニコ動画に動画投稿を行っている。大阪に生まれ、ほどなく上京する。年の離れた兄弟が持っていたファミコンに触れたことがきっかけでゲームが好きになり、立派なゲーマーになる。現在は PC をメインに幅広く遊んでいる。趣味で始めたゲームレビュー。 ゲーム実況動画、ライブ配信がこうそうした媒体へ寄稿したり、ゲーム系イベントの MC を行っている。アニメ性に定評があり、FPS ゲームを主にプレイしている。その他にも、箱庭 RPG、モバ系、ハックスラッシュなどが好物である。ゲームをしている私ではなく、ゲームを見てほしいという切な願いを持っている。 2010年3月29日、ニコニコ動画で、動画投稿を始める2014年8月10日、YouTube で、動画投稿を始める2016年、ニコニコ動画、YouTube、Twitch にで、ゲーム情報サイト、ゲームスパークの生放送ゲーム実況番組、ゲームスッパ放送部、ミルキードリフトと共に放送を開始。同年、ゲームスッパ放送部特別編、風林火山、シャドウ、 バス塾にて、て天の声として出演。2018年6月、サムスに SSD ゲームイベントに実況として出演。2019年1月19日、所属していた RSK 忍者スゲーミングから、脱退他ゲームスパーク、インサイドなどで執筆。ありがとうございます。